吉田さん。運が良かろうが悪かろうがやることをやれということでしょうね。えもっと言ったら運が悪いんだから運がいい人以上にやらないと追いつけないよってことですよ。その中で即果塾の格言があります。それは最悪の時こそ最善を尽くせっていうことなんですよ。それ以外ないですよね。行ってみよう。